映画のもとお届け、ガミです。コバちゃんです。今日も2人で、お届けしていただいております。今日もですね、引き続きサントリーさんのこちらのオフィスに来てお伺いさせていただいております。はい。じゃあ今日はですね、青の、実飲編ということで、実際に飲んでみたいと思います。はい、楽しみ。じゃあサントリーの塚田さん、お願いします。今回もお願いします。サントリーの塚田、今回もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ実際に飲んでみましょうか。はい、じゃあちょっとね、塚田さんに作っていただきながら、はい、じゃあ今日はあの飲み比べということでね、あのソーダ割りのハイボールと水割りとロックで、はい、はい、作っていただきます。ちなみに割り方ってあの どのぐらいがおすすめなんでしょうか。そうですね、ソーダ割りですと、あの1対3.5、1対 3.5、 おお、細かい、非常に細いんですけど、ね、はい、水割りですと1対3がおすすめだし、おすすめだそうです。でちなみにこれ、この前お話ししたように、5大ウイスキーをブレンドしているということなんですけれども、各ね、あの原酒がどういう味わいがあるかっていうのをちょっとおさらいしますが、あのスコッチは厚みとかスモーキーさとかスパイシーさっていうのがあの役割として果たされていると言われてます。で、あとはもうアイリッシュだと複雑さ、アメリカンだと、まあ、いわゆるネパニラの香りとか華やかなあの香りっていうところで、大体イメージがついてますね。カナディアンだと柔らかさ、うん、で最後のジャパニーズは全体のまとめ役というところがあの各原酒の特徴的なところではあるんですが、それがね、実際に飲んでみてどういうふうに現れるかっていうのが ね、飲み方によって変わるのが、うん、はい、楽しみです ね、 ね、楽しみです。ちなみに朝10時でございます。早くからありがとうございます。お待たせしました。はい、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ですが、それではですね、はい、ハイボールをいただいて、1杯目ハイボールです。どういう味わいがするのかちょっと楽しみなんですけども、いただきます。うん、まず美味しいですね。美味しい。あ、でも結構すっきり、すっきり爽やかと思いますね、うん、ちょっとなんか塩味、塩味、あ、なんかね、うん、みたいな、ソルト感というか、なんか、うん、甘みとかの部分はちょっと抑えられてるかなっていう感じですね、うん、ハイボールだとすごいお食事とかに合いそう。これは食中酒最高ですね、うん、ちょっとした揚げ物とかにも合いそうな感じがいいですね、うんうん、それではですね、水割りをいただきたいと思います。うん、香りだったりとか、あの最初のアタックっていうのはだいぶまろやか、すっごいまろやかだね、うん、全然見やすくなります、ね、トゲトゲしてなくて美味しい、うん、あとちょっと香りがスモーキーさがね、そうですね、スモーキーボールと比べてスコッチだ、うん、スコッチが出てきてます、出てきてますね、出てきてますね、うん、これはお食事と合わせるとしたらどういうタイミングとかどういうものがいいですかね。水割りですので、今おっしゃっていただいた通りすごくまろやかし、うん、飲み疲れしないので、うん、はいはいはい、あの、まあ、序盤ハイボールで飲んでいただいた後の、あの、まあ、2杯目3杯目とかを水割りでつないでいただくみたいな、ハイボールで食欲をかき立てて、うん、次からはまた進みます。ね、あ、面白いですね、うん、では最後はロックでいただきます。はい、うん、すごいいい香り。わあ、でもちょっと甘みが今度は出てきて、ね、うん、甘いですね、ね、うん、全然なんかもうあのハイボールの時には感じられなかったような甘みが今出てきて、すごいね、これはちょっと食後に飲みたい感じですね、うん、ロックだと、うん、デザートとかでバーボン、そう、確かにバーボン飲んでるみたいな、ね、バーボンみたいなね。またあの最近のね、ウイスキーってよくハイボールにして飲まれる機会がシーンとすごく多いと思うんですけど、うん、こういうあの水割りだったりとかロックとか今までね、昔当たり前のようにあったものが今ハイボールにどんどん移り変わってるわけで、また再度ここに帰ってみるっていうのもあるかもしれないですね。美味しいです。で、本当に飲み比べて、今日はあの割り方でしたけど、それこそさっき言ったようにちょっと濃さをね変えてみたりとか、温度っていうのもねおっしゃってましたけど、それでもあの飲み方を変えれると思うので、あのいろんな方が好きな飲み方を探してみたりとか、あのちょっと変えるだけで多分味わいの雰囲気すっごい変わると思うので、そういう好きな飲み方を、ね、探してみるっていうのも一つだし、あとさっきおっしゃったように食事にすごく合うので、これ一杯であのすごくいろんな食事に合う、合わせられます ね、うん、なのでそれ食事とのペアリングを青一本で合わせられるのもいいのかなと思いました。はい、今回はですね、2本続けて青の魅力について迫ってまいりました。青はですね、2本セットで今後もお買い求めいただけたらと思います。青の文字入ってますんで
最後になりますが、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。